大和神社、こちらに今日やってきましたね。今日は戦艦大和のね、慰霊の日ですからね、ちょっと行ってみましょう。旅所に入って大和神社の本殿がこっちあるということで、大和のミュージアムというのを前に聞いたことがあったんやけどね、ちょっとびっくりしたんやけどね、これがおそらくどれぐらいですかね、300メートル以上あるんやかな。ちょっと歩いてどれぐらいあるのか、ミュージアム開いてるのかな。大和ミュージアムがあんねんけどね、ちょっと空いてるかわからないけどね、ただずいぶん前聞いたことあるんだけどね、まさかここにあるとは知らなかったね。車がかなり止まってますもんね。あらかじめなんだ、奥に止めたいわけか。なあ、わしらと違うね、わしら撮影したい、ほら。初めて来たんでね、ちょっと分からないけどね、どうしよう。日本最古のね、大和神社でございます。行ってもらってるんだよね。いやー、すごい本数やね。これは30何本かあるのかな、ね。山通ってんじゃん。こっち側の方がね、高麗神社でも、こともあんの。水の神様。この神社は、高麗神社なかったんじゃん。大変やね。これは大変やわ。すごい数やな、お父さん。何本おらんの？2400かなんか。すごいですよ、つけるのも大変やんな。そうですよ、これ。それが何個の日やったけどね、やっぱり。奈良県文化財指定、大和神社、ちゃんちゃん祭り。こーらして光って見えないね。あ、これはそうよ。ここにね、これ大和、大和で見えるよ。見えますね。はい、よかったよかった。こっちよかったね。はい、じゃあ、ちょっと帰りましょうか。ちょっと身が入ってます。踏み込んだらあかんですね、ゆっくりじゃないとね、絡まるとね。